上層水面上は一般船の第3レースが開始されました。待機高度の方は動きなく123、そして456で進んでいます。力量上位出動など外枠にここ収まる中ですが、今日地元工枠2人目です森博之、フライング持ちの見ながらどんなスタートを決めるでしょうか。この競争1号艇が森博之、2号艇石川義孝、3号艇早川久人、4号艇松田達馬、5号艇出本正弘、6号艇須藤博道、以上の6名によって争われております。まもなくホームへ6選手移り始めます。人気どころに押されております1番森博之の銀線です。今日ここだけの登場。そしてこちらも1回走りです。2番石川義孝が2コースです。あとは3番の早川久と昨日からの連勝なるかでセンター3コース陣取っていきます。ダッシュをつけていきます。残りの3艇4コースの角ということになっていきそうです。4番の松田達馬がおります。その奥通って5コースには5番出本正弘、そして6コースに6番須藤博道と、ポイント争いは悔しい結果となりました。外枠勢出本須藤です。枠なり進入で3対3、3レースの一般戦です。進入体系内から123ダッシュが456ですが、各選手がスタートラインを通過していきましたが、1番の森にアクシデントが発生しています。ただいまスタートは判定中です。投票券は大切にお持ちになっていてください。ただいまスタート判定中ですが、お知らせがあります。ただいまのスタート、1番の森は出遅れによる変換欠場です。1番は出遅れ。